おはようございます。今回ですね、別に解説するわけじゃないんですけど、お金が欲しいんで YouTube を撮っていきたいと思います。というわけで今回使用するのはこのギア、いつものやつ。寝起きでね、頭が回ってないんで、頭部をね、ここか、どんな題名にしようかな。最近更新頻度が高いのは収益化が通ったからなんですけど、広告つけ、あ、もうちょっと滑舌がやべえ。広告つけてからまあ再生数が落ちたね。だからちょっとやっぱり毎日キャンピングシェルターとか、水曜日のだとか、そういう企画を作っていかないとやっぱ安定した視聴率っていうのは取れなさそうなんで、でも無理なんですよね。いや、週1キャンピングシェルターが続かなかった時点で多分もう遺伝子的な問題なんだよね。いつも落ちてるし、なんかいるし、死ぬ、マジ死ぬ、かすったら死ぬ、マジで。やばい、すごい寝てるね、M がね。おはよう、 M さん、おはようっつってね。いやー、もうダメだね。うん、でも味方がね頑張ってくれてるんでね。まあ、そうっすね。別に面白いことも言えるわけでもなく、いや、寝起きにとったら頭悪すぎるな。なんか動画投稿か、あれをねしないと、配信をねしないとやる気が出ないんですよ、これ。マジで、あ、ごめんね。無理だね、これね。頑張ってね。うわっ、うわっ、もうそれはナイスを押さざるを得ない。ナイスが反響、ナイスの大合唱。てか、ゲーム音二重になる問題解決したと思うんだけど、どうかな。なんか変な、スクワッティングホッピング。これね、ヒッセンがね、この辺にいるんですよ。これ、チャクチャクにちゃうの、これね。死んでないの。カバーに来てて、もみんな自己完結しちゃうからね。カバー行っても意味ないね。これね、右に一人いるから多分ね、この辺から顔出してくると思うんですよ。で、これビーコンに見られてる施設はありますね。これね、しっかりと立てぶりで。やばい、ハンコが当たんね。ハンコが当てられなくなったら僕ってもう存在価値100。これね、寿司が潜伏してるんで、あんまり焦らなくていいんですよ。寿司が多分1回分の攻めは止めてくれると思うんで、ゆっくりとね、スペシャルをね。寿司も死んでるしね。偉いですね、この白スパッタリング。ヒッセンってさ、めっちゃ強いんだよ、メイン。うまい人しかおらん、必戦使い。マジで。あ、ごめんな。お前の死は無駄にしない。ちょっとね、ごめんね、クラスホッピングね。僕の反射神経じゃちょっときついものがあるんですよ。48なんで。かかってこいやー。なんでこれ一回潜伏したいですね。あれ、必戦がね、いるということだよね。これ早めに処理しないと飛んできちゃうんで、でもこういうことが起きるから焦っちゃいけないんですよ、ガチマッチって。これ俺が死んだからこの人も死ぬでしょ。
これね絶対持った方がいいよ。このね敵の位置的に逆転されちゃう可能性があるから。オフィスにやるなちょっと。いやこれ左抜けたくなるけど、え天才がいる。ああ前押すしかないね。とりあえずジルスから遠ざけたいんで、これね自分がカウント取ってる時はこっち側行くといいですね。左奥です。この辺この辺この辺ね、ゴールから遠いんで。いやすごい面倒くさってなるんですよ相手視点あそこに置かれたら。相手視点自分の行動がどう映ってるか考えたら、考えれるようになったらスプラトゥーンってめっちゃ上手くなるんですよ。ちなみにこのキャンピングシェルターもっとデスしまくってるっていうのは相手視点すごい美味しいですね。スペシャルポイント貯まるんで。あもう勝ったでしょ、大死んでるし。うんおはようエムさん。これやばないマジで、これガチでやばくない。ナイスハイプレーやけどこれ間に合う。おっぷねマジでおっぷね、うん、今日あっちいね。お昼から配信しようと思ってるんですけど、いけるいける。かわいそう、ヒスめっちゃうまかったな。でも負けた試合っていうのはその人にも多分悪いとこあったんでしょうがないですね。24キルでも17まで進んでるってことはその時死んじゃってたってことだから、自分のキルレが良かったかといって負け試合味方を批判していいわけではないけど、俺はするよ。だって頑張ってるもん。朝ごはん食べなきゃ。最近マジで滑舌が悪くてさ、これ多分人と喋ってないからなんだろうけど、やばくない？いや人と会わないとさ、めっちゃブサイクになるくない？自分がブサイクになって日本語も忘れてしまってさ。出会い募集。あら勇者かな。頑張ろうね。そのトービードさ強ないマジで。ゴールドマーカー X じゃねえな。さてはとりあえず足バトルだけでもいいんで遅延したいですね。ここあぶねえぞ。キャラコンやばすぎて。これでもね、結構ダイナモとかチャージャーとか隙がある武器がいるから、なんかやってたらリードすると思うんだよね。焦んなマジで。おい焦んな、おい焦んな。いや今普通に考えてさ、普通に進んでったらさ普通にワンチャンあってたらね、もったいないね。そういうの考えてほしいよね。いやそういうの考えられない男子って女の子からモテないんですよ。周りが見えない、自分だけの世界に入っちゃってる子。ああ刺されて。
そっち逃げるっていうのはもう分かってたんで、いやこれねチャージャーやりたかったけど、まあ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 、はい、いやいや一人で行くのやめようぜマジで。そう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 、それそれ、いや俺いいとこにパージ流すな、やっぱプロゲーマーで腐っても、腐ってもプレミアリーグ前半1位通過ですからね。何回も何回も見せた神パージ。でもカウント21ってさ秒だよなマジで。どんぐらい秒かってると、もう30秒。はい、近くなんか行こう。それやばい、勇者だね、ヒーローだね、オールマイトかな、さすがっす。これ普通にリードされるかな、普通にもしてやっぱダイナモ運ばれねえから俺様が来たということで、すごいやぼその辺に後ろから来てますね。まずいよそれ、マジでマジだねこれ、あぶねえ。負けてたの、負けてたね。ガチマッチってねそういう試合たくさんあるんですよ、自分が負けてたら負けるっていう場面、負けなきゃ負けないから結局。これ他の位置怖いんで奥に押したいと思います。ちょ今ね欲張ったね、まあでもしょうがないね、左奥チャージされたしね、別に無理に突っ込んでもあんまりここの位置変わんなかったと思うから、ここでしっかりとスペシャルを貯めれる男っていうのがねモテるんですよ。まあ彼女おらんけど、彼女欲しいな、彼女募集中。あうまいね、あそれ、これこの矛持ちマジで天才、味方3人死んでここも割れてたっていう状況だったら、マジであれ、あそれはねもう持つのがね賢明、賢明中の賢明、賢オブ名。これさマジでやばいんだけど、やばくない、これさここ投げたいね、この辺だよね、これキリ入れないと死ぬね、これやばくない、いやこれマジの賢明なんだよね、ほらこういう陰キャが勝つんだよ、誇ってるの俺らの土俵荒らすね。というわけでね、朝ごはんも食べてないということで今回の動画は2試合で終わっていこうと思いますと。いやこれでゲームは半あの2勝になってたら僕はもうやめます。てかゲームも入ってなかったらどうしよう、まあいっか、そん時そん時だよね。じゃあ小泉